桜井翔が総合司会を務める日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2021、11月17日、水曜日、夜7時から10時54分、日本テレビ系に、BE:FIRSTが登場、シャイニングワンを歌唱した BE:FIRSTからコメントが到着した。BE:FIRSTコメント。今回の歌唱曲、シャイニングワン、改めて楽曲の注目ポイントを教えてください。そうた、シャイニングワンはダンスパートがはっきりあるので、スキルフルな勢いを見ていただけたらと思います。シュンと、今回は新衣装にも注目してみていただけていたら嬉しいです。高級感あふれる衣装で改めて気合が入っている感じがします。バナとダークな感じの新衣装と一緒に曲を聴くとまた違って見えるんじゃないかなと、いつもと違う新しいイメージのシャイニングワンができたんじゃないかと思います。来年に向けての目標も教えてください。龍平、来年はより本格的に音楽活動をやっていきたいです。新しい曲を作ったり、いろんな方とコラボして曲を作ったり、もう一歩進んだ BE:FIRSTでありたいなと思います。ジュノン、新しい BE:FIRSTとしての曲もたくさん作りたいと思いますし、曲を増やしてベスティ、ファンの前でライブをしたいなと思っています。今日の楽屋での様子を教えてください。陽気、僕たち7人いるとすごくリラックスするので、いつも通り楽屋では好きなように過ごしています。もちろんパフォーマンスに挑む前の緊張感はあるんですけど、それまでは和気あいあいとしています。エオ、BE:FIRSTのいいところが、チームでいる時の雰囲気はいつも同じマインドで変わらないことです。楽曲に誠実に向き合いながら、リハの映像を何回も確認したり、いつもやっていることは変わらず、気合だけはしっかり持ってステージに上がる準備をしていました。シャイニングワンは特に、かっこいい部分と親しみやすい部分の両面を曲の中で感じやすいと思うので、初めて見た方もいろんな BE:FIRSTを楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。